一番近い男、はい、アペックスワークス FD 今村陽一から1本目に入ります。さあ来ますよお客さん、かもしれません。いいですか、スタートしていきました。さあ拍手でいきましょう、拍手で。最終コーナーからきっちりとトラクションをかけて、この直線にスピードを乗せてくる。そして前回の状態でまずは1本目、さあアウトラインのつけてきた、狙ってきた。さあライン乗せてきましたね、故意に乗っけてきましたね、わざとデンジャラスゾーンに自分で分かってますよね。さあそして熊久保です。さすがこの辺はランキング1位に、この単走はもうなんてことないですね。もう美しい、迫力ある、素晴らしい。まずベスト16に残ることが前決だ。打ってきた打ってきた、熊久保打ってきた、出ますね。これはすごい、熊久保豪快。この二人面白くない、うん、そうですね、逆に、ね、出ました、これで通るだろう、ね、出ました出ました、出てきました、出てきました、ゼッケン3番の上尾和弘です。ですからですね、さあこの上尾和弘、これは彼は頭悪いですよ。今単走はやはり今見ないと、上尾の走りはこの単走を見ないと、はい、まさに D1 の申し子と言っていいでしょう。さあこの振り方余裕だ余裕だものすごい角度で、かっこよすぎだよ。なんて余裕なんだあれ、おかしくない、あのスピードで、これはおかしい、あのスピードで手上げるかい。基本的にはちょっと壊れてますね。いつアクセル戻してるんだよ、ムカつくぐらいかっこいい。九州勢大分からやってきた寺崎玄の走りはどうだ。当然負けてはいないぞ、頑張ってほしい。渋い走りの寺崎玄、アウトいっぱいのライン。うわリアバンパーソンだけで終わりましたけれども、攻めてきましたね、アウト側のダートに乗っけてきた。さあオレンジのもう一台が出てまいりました、ゼッケン5番の田中和弘です。おい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 、ギリギリできた、ギリギリできた、おい、いきなりデンジャラスゾーンかい、これが1点だ、おい、すごいな、いきなりデンジャラスゾーンかい、あのラインにあのスピードで入ってくるのは怖いですよ。そしてこの男がどういうパフォーマンスを見せるのか、ブリッツワークススカイライン野村健だ。さあいけ、さあ、ふめ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 、おー、戻らない戻らない、いったすげー、アウトのスタートに落としても戻りませんでした。やばいっすよ、もう累戦緩みっぱなしですよ、やばいですね、うるうる来ちゃった、本当にもうこんなの。さあ出てきましたクールな男、 HK スワークス谷口信哲の、うわ来た来た来た、角度、この角度、いや角度、今のヘアピンアプローチの角度がおかしいですよ、あれおかしい。さあ僕はもう帰りたくなってきちゃいました、もういい、もういいです、もうお腹いっぱいです。続いて吉岡俊樹、187馬力のこのキャブ仕様、吉岡はどういう走りを見せるのか、はい、踏んでる踏んでる、踏みっぱ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 、コースいっぱい、いやすげー、コースいっぱい、これは86としては限界でしょう、ゴースいっぱいだよ、ね、これはすごいかもしれない、最高得点98点出ました、すごいかもしれない、なんだよあれ、慶応風風間はどうだ、あ、来た来た来た、さあこれが風間だ、これは決めた、風間決めました、 OK です。慶応風シルビア今回も絶好調、パパ浅本雅俊、パパ第1戦の開幕戦の2位以来なかなかいいポイントがありません。あー来た、うわライン見たことないんだけど、いや多分ね、あれはねザクを殺しに行ってますよ、ザク狙いだねD1 グランプリ最重量、最重量1600キロ、国明の通称上尾の倍、さあここは早い、おーあーっと角度もある、ちょっと今ちょっと違うな、ちょっと途中でミスあり、ミスありですね今のね、前回の恵比寿で本当にノリに乗って谷口を破って、そして3位入賞を果たしたこの男、ゼッケン G、 早い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 、これはおーデンジャラスゾーン、オッケー落とした、これはポイント高いですよ、やばいマジで、熱帯魚チルビア出てまいります、ゼッケン14番の末永正雄、思いっきり来るか、アウトライン乗っけてきた乗っけてきた、これはスピードが出てきた、今日はもう朝から泣きっぱなしだよ泣くな折戸、スーパーチャージャー86、180馬力神本久志のマシンが入ってまいりました、踏んでる踏んでる踏んでる、おーいいスピードだ、いいスピードだよ、踏みっぱで、おー土手乗り、かっこいい、
かっこいい。何なんだあれは。かっこいい。これは上本攻めてましたね。ひっくり返っちゃうよ。ひっくり返るよあれ。さあ右、続いてもう一人のノリノリトップシークレット三木隆司。早いんですこれ。おい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 。すげえ。コーナーで550馬力使い切ってるよ。今ちょっとギクシャクあったんだけど、もうとにかく迫力がすごいね。いやー、ミキ見てると1000馬力でも大丈夫だね。さあ、戸谷乗り継ぐのローレル早い。おー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 、アウト側に足を取られまして、ちょっとマシンが振られたのか。早いよ、ローレルのスピードじゃないですよ。さあ、続いて出てきます田所義文です。あ、そう。あ、さあ、奥めてきた。このスピードは、うわーといった。このスピードは攻めてきた。曲がりきれない今のスピードは。もうね、スピードで行くしかないと。いや、それがね、めちゃくちゃ速いよあれ。いや、すげえ速い。多分ブレーキとか何にもないでしょ、うん、田所お前すごいよ、速い。拍手拍手、もうその勇気に拍手。お前ありがとう。お前すごい、かっこいいよお前。かっこよかった。大体そのスピードで入ろうとはしないよ普通。